はい、こんにちは、まーチャンネル前原です。はい、久しぶりですね、こうやって撮るのは久しぶり。これから通常運転にしていきたいと思います、はい、ということで今日はこちらですね、デュエルマスターズのフィールドスタートデッキと革命スタートデッキです。はい、2017年からですね、ちょっとデュエマを始めていきたいなということで、これを買ってみました、はい。カップ麺みたいな入れ物に入ってんだね、うん、こっちが非文明で、こっちが闇文明ですね、うん。漫画はもう終わっちゃうんでしょ、うん、というかもう最終回なんだよね、うん、ちょっとタイミング悪かったかな。でももうちょっとしたらまた新しいシリーズが始まるから、その時にまた新しいスタートデッキが出てくるんだろうね、そうだね、うん。じゃあとりあえずこちら開けていきましょう。はい、普通にカップ麺開ける感じでいいのかな。カップ麺だね、こうやって、ね、よいしょ。おーおあもうカード入ってるだけだ。そうだ、うん。一応これには12種類のカードと、ルールブックが入ってるみたいですね、うん。おお、初デュエマ、うん、かっこいい、うん。おすごい、こちらが闇文明のカードですね。結構かっこいいね、うん、すごいね、いい感じの絵が描かれておりますね、うん、いいじゃん。一応我々ですね、初心者なんですけど、うん、タカラトミーさんのチャンネルにあるデュエマの講座みたいなのを見まして、うん、少しはルールが分かってます。まずこれがパワーだね、7000ね、はい。でこれがコストだね、うん、でマナコストを支払ってこのクリーチャーが召喚できると、うん、そういう感じだよね。はい、こちらが、非文明のカードですね、うん。これもなかなかいいね。こういうキラカードとかがあるんだね、うんうん。キラカードかっこいいよね。かっこいいかっこいい。こんな感じでございます、はい。このセットはなんか革命チェンジが体験できるとか、この D2 フィールドとかなんか書いてあるんだけど、うん、正直わかんないので。そこは今抜きにしてやりたいと思います、はい。これはね、おいおい勉強していこうかなと思ってます。というか皆さん教えてください。はい。じゃあ早速ねプレイしていきたいんですが、まずねカードを切らないといけないので。トランプと同じだね。あ、そうそう、パパが切りますので、ちょっと待っててね。やる。よし、じゃあとりあえず。こっちに裏返しでやってください。ね、じゃあここバトルゾーン。そうだね、そこバトルゾーンにして、じゃあ、ここら辺かな、ここ、あ、ここでいいや、ここで、うん。じゃあまずはシールドゾーンに、シールドゾーンにシールドを5枚置きましょう、はい、1。じゃあギリギリ置けない、全部3、4、5、山札はここに置いて、うん、墓地はここにしましょう、はい、あ、墓地ここ、はい、分かった。でまずは、5枚ドローしますね、それぞれ2、3、4、5枚、はい、うん。じゃあまずじゃんけんです、はい、はい。どっちが先行かね、うん、じゃんけんいきましょう。最初はグッじゃんけんぽい。お、エイシン君先行ですね、はい。ではまずは、アンタップからなんだけど、うん、アンタップエイシン君するものないので次です、はい。ステップ2はドロー、あ、で、エイシン君は先行なのでドローできません、はい、はい。先行の方が有利だからドローできないっていう、はい。でこの次はマナチャージです、はい。自分の手札からマナをチャージしてください。これはこっからやる、そうそう、そっからチャージするの、マナーをね、逆向きに置くんだよ。パパに見えないよね、カードは、他のカード、うん、マナチャージ。あ、そう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 、はい、はい、1マナ、1マナで。エイシン君は召喚できるものはあるかな、カードを使えますか。コストが1のクリーチャーがいるかな。いません、いない、うん。じゃあアタックもできないのでターン終了です、はい、ターン終了。じゃあ次はパパだね、はい。おい、なんかそれっぽく今できたね、うん。よし、じゃあ次はパパの番です、パパのターンです、まずアンタップするものはないのでドロー、パパは先行じゃない、後攻なのでドローできます、はい、はい。でドローします、はい、まだ何も見えなかったよ、はい。そしたらマナチャージですね、うん。マナチャージはどうでしょうかな、あ、これにしましょう、はい。1マナで召喚できるカードないのでアタックもできません、うん。ターン終了です、エイシン君のターンです、はい。アンタップ、アンタップタップしてるものないので OK だね、はい。次ドロー、エイシン君、はい。今度はできます、はい、できます。でマナチャージ、うん、じゃあ見えないよねパパにね、うん、はい。マナチャージしました、はい。で2マナになったね、うん。2マナでエイシン君カード使えますか、
2マナで無理できない、うん、はい。じゃあアタックもできないのでターン終了です。はい、ターン終了。じゃあ次はパパはアンタップもできないからドローします。はい、はい、ドローしました。で次にマナチャージですね、うん、もう一回マナチャージ、マナチャージ、マナチャージ。はい、2マナになりました。はい、2マナ召喚できるのは、はい、そしたらパパはこのマナを使います、うん、タップしてダークタイガーチェイサー、うん、このクリーチャーを召喚します、はい、そして召喚した後は召喚酔いなので今アタックすることはできませんね、うん、はい、ターン終了です。はい、エイシングのターンです、はい、アンタップはないのでドロー。はい、じゃあドローですね。はい、引きました。はい、で次はマナチャージ、3マナになりましたね。はい、3マナで召喚できるのはカード使いますか。いた、うん、よし、マナをタップして召喚、はい、クリーチャー召喚ですね。召喚、はい、何を召喚するの。ピアラハート、ピアラハートを召喚、はい、はい、でシン君も召喚用意中なので攻撃できません。ターン終了ですね。じゃあ次パパアンタップです。まずはマナをアンタップします。はい、そしてドロー、マナチャージしますね、うん、マナチャージ、はい、3マナになりました。はい、そしたらこのマナをタップして襲撃者ディスドライブ、ディスドライブ、これを召喚します。はい、はい、うおーかっこいい。そしたらパパさっき召喚したダークタイガーチェイサーが召喚酔いがなくなりましたのでこれでアタックします。やばい、シールドブレイクします、うん、はい、シールドブレイクされたら手札に加える。そう、手札に加えてください、はい、でこれであ、シールドトリガー早速シールドトリガー出ちゃっていきなり、あー嘘、バトルゾーンにこう召喚されるんだよね自動的に、うん、ピアラハート、うん、あら、このクリーチャーをシールドゾーンから手札に加えるときコストを支払わずに召喚しても良い。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき相手のパワー1000以下のクリーチャーを1体破壊する。あ、うわ、襲撃者ディスドライブ、はい、破壊します。破壊された、これ墓地域、はい、あーそうなるか、よし、ではパパのアタック終了だね、うん、ターン終了です。はい、はい、それぞれシールドが1枚になりました。エイシン君のターンです、うん、まずはアンタップ、はい、戻しましょう、戻しましょう、はい、パパも手伝います。ありがとう、もう大変アンタップが大変、よいしょ。そしたらまずはアンタップして次はドロー、ドロー、じゃあマナチャージ、マナチャージポン、でマナチャージ今6マナになったら1,2,3,4,5,6 マナになりましたね。はい、じゃあ召喚します。はい、何マナ使うんですか。6マナ全部、6マナ全部使いますか。うん、爆竜バトラッシュナックルを召喚、お、まあ召喚したばかりなので召喚酔いで、うん、じゃあアタック、じゃあウィンドワックス、はい、でシールド1枚アタック、頼む、シールドトリガーない、やばい、シールド破られた。次エイシン君ダイレクトアタックじゃ、ピアラハートでダイレクトアタック、でパパは負けました。イエーイ、勝ったなんかうわ、シールドトリガーが出なかったのが一番きつかったな、うん、こんな感じですね。勝った、結構長い戦いだったね、うん、でも面白い、面白かったね、うん、これで合ってたのかな。合ってたと思う、うん、まあ、とりあえず今回ね1回目だったんですけどまたやっていきましょう、これは、うん、すごい楽しい。それでちょっとね見えなかったんで、うん、もうちょっと次回は工夫したいと思います、はい、すいません、うん、はい、ということで今回はデュエルマスターズのフィールドスタートデッキと革命スタートデッキでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ラーメンじゃないよ、うん、分かってる。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。